名将スロット監督の遠藤への本音が判明。リバプールの専門サイトマージーサイドの巨人は冬の移籍市場で守備的 MF を獲得したいと考えており、今シーズンスロット監督の下で早くとしてプレーしてきた遠藤を売却することで移籍資金の一部を賄う用意がある。またリバプール番記者もスロットは信頼できる選手守備的 MF をもう一人、オプションとして欲しがっている。前にも言ったように、遠藤は監督があまり気に入っていない。それが私の理解だ。このポジションで十分なローテーションを組まないことで、怪我を誘発するような状況にはなりたくない。なぜなら、本当に多くの仕事をこなさなければならないからだ。監督が本当に指示し、いつでも使える選手をもう一人入れたい。おそらくリバプールは1月、あるいは間違いなく来年の夏に向けて、その点を検討する。なんというか、ここまで使おうとしないのは、予想外だったよ。ディフェンスオンリーは置き換えやすいし言葉の問題もあると思う分ですに戻るのが正解だと思う。遠藤が冬に移籍するべきなのは当たり前。年齢的にも5大リーグの上位クラブへの移籍は叶わないだろう。遠藤は移籍希望してないから変わらんやろ。補強してもいいけどニョニア・モートンを使えば？遠藤よりはスロットのスタイルに合うやろ。ベンフィカのフェイエ時代の教え子の告知を冬に狙ってる話が増えてきてるな。ダブルハイに備えて試合感を失わないためにも移籍して。遠藤より計算ができる選手がリバプールのバックアップ要員で加入するのかな？それしかないだろ。グラスナー鎌田を助けてやってくれ。長谷部になってほしい。とにかく日本代表のキャプテンなので停滞しているいともはない。スロットはもう眼中にない。忖度ベンチ登録しているだけで。契約満了まで残留しそうな気がするけどな。